軟禁右の方が垂れたら左のボンサーバーとか、たとえその拳が届くからきっとも信じ続けて右下斜め切ってみんなも親から教わっていると思います。本来であれば圧倒的に相手の方が優勢な場面でもダイバーとかならやってくれる。その不覚が相手の体勢を崩し優勢を呼び込むのです。もちろん相手は全力で逃げようとするでしょう。でも相手の統合が成功するかどうかなんてのはこちらの心持ち一つなんです。相手も絶対逃げようとする意思とこちらの絶対甘かったよ意思、どちらが強いか、それこそがまさに勝負の分かれ目だと私のバッチャは言ってました。そして相手が油断したその瞬間こそが決着の時なのです。お待たせしました皆さん。本日は再登場の要望が非常に多かったこの子を使っていきます。みんなの要望をしっかり聞いていくドラえもん、さすがだぜ。見えねえなあ、これもうほとんど交通事故じゃねえか。これで視聴者モークをこの車両かやったぜ。で反応しづらいと思うんだぜ。ああうん、まあそれはね、今回野戦だからそこは勘弁してほしい。それじゃあ久しぶりの登場だし簡単に車両の紹介しちゃいますか。AMX56、ルクレール、フランス陸軍が運用する現役の第3世代 MBT です。今回使っていくのはその中でも一番初期の型であるセリH というものですね。車両の開発費はやらは初登場のパート193でやってるのでそちらを見ていただくとして、今回問題にしたいのはそのパート193で私が紹介していたルクレールのモジュール装甲について、ルクレールといえば世界に先駆けモジュール装甲を導入した戦車として有名ですね。モジュール装甲というのは戦車自体の本装甲とは別にモジュール化されている装甲のことで、要は簡単に付けたり外したり、中身を入れ替えることができる装甲だと思っててください。これによって、敵の脅威度によって硬い装甲にしたり、逆に重量を軽くするために中身を抜いたりってのができます。パート193で私はルクレールのモジュール装甲というのは砲塔外周に装備されている箱型の増加装甲のことだと言いました。写真のように通常は脱ぐ箱のように使用されてますが、有事の際は装甲材をこの中に詰め込んで防御力を上げる。ルクレールの本装甲は他のレオパルドとかの戦車と同様に砲塔に埋め込まれる形で装備されてる、そんな説明でした。しかしパート193に反響が多かった理由の一つでもあるんですが、この装甲の説明に異なるコメントが非常に多く寄せられたのです。すなわちルクレールのモジュール装甲は外部の増加装甲だけではなく本装甲側もだという説です。本装甲の装甲材入れ替え自体は各国 MBT でよくやってるので差して珍しいものではないんですが、通常これらの戦車の装甲をモジュール装甲という表現はしません。本装甲がわかりやすくモジュール装甲なのは中国の99式戦車ですね。99式は砲塔の本装甲と複合装甲部分が完全に分離しており、見るからに簡単に取り外しできそうです。私の中でのモジュール装甲ってこういうイメージなんですよね。装甲を簡単に入れ替えることができるのであれば装甲材へのアクセスポート的なのが必ずあるはずだと。そしてルクレールの本装甲にはそうした装甲材へのアクセスポート的なのが見当たらないんです。だからこそ私はパート193の説明をしていたわけですが、でもそうじゃないとする意見が一定数あるのだとすれば、調べないわけにはいかないわけですよ。私としてもルクレールの本装甲をどうやって交換するのかが非常に気になりますしね。さて、それではその答え合わせをと言いたいんですが、実は調べてもはっきりとした答えをすぐに得られることはできませんでした。なんせ現役 MBT の装甲に関する話ですからね。情報が出てこないったらあやしない。なのでこの話は私の宿題ですね。ちょうどゲームには今回のルクレール S1 の後ろに S2 が実装されたわけですしね、その S2 の時までに調べてなんとか私なりの解説をしてみようと思います。ってなわけで交互期待。ってなわけで話をゲームのルクレールに戻しましょう。ルクレールは小柄な車体で、比較的軽量な車体の戦車ですが、その装甲は非常に堅牢なことで有名です。砲塔正面の防御力は複合装甲がある部分で600から700ミリ程度、至近距離で600ミリ貫通以上の砲弾ならワンチャン抜かれるかどうかといったレベルです。ただし弱点も大きいです。全国の戦車共通の弱点である防塵はこの子でもやっぱり弱点。そしてなんとルクレールの防塵は複合装甲ではない通常装甲。砲身周りなどみっちり装甲が詰まってる部分はそれなりに硬いんですが、問題になるのは機銃口ですね。この部分は重心が通る関係上防塵に大きめの穴が開けてあるため、なんと装甲が100ミリを下回ります。各下の砲弾ですら危ういですし、APFSDS で抜かれると砲塔後部の弾薬庫に一直線です。このランクだとかなり狙いやすいサイズ感なのもあり、実は正面からの打ち合いはそこまで強くなかったりします。続いて車体装甲。こちらも正面のぎっちり複合素材が詰まってる箇所は600から700ミリくらいでかなりの硬さ。しかしそこから少しでも上か下にずれると途端にペラペラな装甲になってしまうので、やっぱり車体は撃たれないのが賢明ですね。続いて攻撃力。ルクレールの120ミリ砲は52口径長と長大で、砲弾の初速が速いのが特徴。そこから放たれる APFSDS の
の貫通力は 575mm とかなりの高威力です。残念ながらこのランクの敵は硬いところはこの数値でも抜けないぐらい硬い敵が多いので、実は抜ける箇所や相手は DM33 とそこまで大差なかったりします。貫通力に慢心せずしっかり弱点を狙って、高い貫通から来る余剰ダメージを狙ってく感じですね。さらに自動装填装置を装備しているので装填速度は6秒と快速。実装前のテストでは5秒ともっと速かったんですが、強すぎる点で弱体化食らった経緯があります。マガジンの弾薬は22発とたっぷりでそもそも打ち切ることがあまりないんですが、もっとすごいのはマガジンへの砲弾装填のスピード。なんと5秒でマガジンへの装填が終わります。他国のマガジン装填速度が20秒とか30秒なのを考えると異常な数値だというのがわかります。自動装填装置装備の車両はマガジン内の弾薬を打ち切るとマガジンに装填されるまで射撃できないという弱点があるんですが、この子の場合マガジンの砲弾を打ち切る心配を一切しなくて大丈夫ってことですね。陣地転換の間に基本的にマガジンはフルで装填されます。さすがに異常すぎる数値なのでバグの類かなって個人的には思ってますが、照準器は4倍から12倍の可変式。西側標準ですね。サーマルサイトはコースと社長両方が装備。さらに第2世代なので視界が非常にクリア。砲周りは非常に優秀。一部以上なレベルといったところですね。この攻撃力はなかなか癖になります。最後は足回り。エンジン出力は1475馬力、車重が 53.7 トンなので出力重量比は 27.5。非常に優秀な加速力で、90式や AMX40 ほどとはいきませんがそれよりももう少し劣るぐらいの数値です。最高速も前進71キロ、後進38キロなので十分ですね。車両の総量としては全体的な性能が非常に高性能にまとまった戦車といった感じ。どこかが突出してるわけじゃないけど非常に使いやすく、単純に強い戦車といった感じですね。変な癖もない車両なので、初心者におすすめしたい戦車ですな。まあそもそもこのランクにたどり着いてる時点で初心者ではないでしょうけど。さて、それじゃあ性能解説は以上。次はいよいよ実戦での活躍を見ていきましょう。個人的に一番の見どころは、異常なまでに速いマガジンの装填速度です。ルグレイは本当に火力が高くて楽しいよな。すべての敵を奪す砲弾ってわけじゃないが、最高クラスの貫通力をボンボコ吐き出せる視点だ。そして何よりマガジンの弾切れを心配しなくていいのがいいね。まあ多分こいつのはバグか設定ミスだからそのうち修正されるだろうけどね。どちらかというとすべての戦車のマガジン装填速度をルグレイ並みにするんじゃダメなのかね。自動装填装置運用に関わらず、一時弾薬ごとの装填が全体的に遅すぎると思ってな。おっと、何かいるじゃん、ニガさん。うっつ、ローミー60波、開幕装置じゃねえか。さっきのマガジンとの装填の件だが、どの国の戦車使っててもマガジンの弾切れ気にしながら戦わなきゃいけないのって結構ストレスなのよね。こういうことは言うからもう少しポンポン弾込みしてくれるようにはなってほしいなって。まあきっとみんながそういう意見出せば運営も見てくれるさ。それよりも丘上に敵多数仕留めろ。任せてくれ命中。あれは CV 君か。まあいいや、あっちは一旦放っておいて。2打線ほっと、綺麗に人間だけ少し下がって車体を買って。多分気づいてないなあいつ。このまま仕留める。浅いか。最後は装填士だな。どうせ次の弾はすぐに入る。しねえ。うち、レオン A6 撃破。開幕 A6 を2秒も食えたのはでかいぞ。さっきと見逃してた岡上の CV 君は。むー、スモークで何にも見えないや。スモーク晴れたけど逃げちゃったか。ならば他の敵は。おっと、何かいるじゃん。ここだ。命中。しかし浅いか。弾薬に当たらなかったかね。まあ次でおしまいだ。D72AV 撃破。な、ちょっと待て。予選に何か入ってるやん。とらせません。あら、マジか。また耐えられたか。だが今度こそ、弾薬庫を狙って。マジか。また一目損なっちまったよ。もういいや。ついに上位狙おう。と、D72AV は撃破したが部分が取られちまった。まあ仕方ない。無理だ次。おっと、言うじゃねえか。ニガさん、ここだ。まあさすがに当たらないよな。なんてこったい。C 拠点も取られちまったし、結構まずい感じだな。なんとかここで敵を食い止めないと。うわ、なんかいっぱいいる。獲物がたくさんで結構。そこだ。あら、すげえ変なところに当たったな。あの CV も、ムクラムシという厄介な野郎だ。だがまずはこっちだ。あ、車体も見えてたのか。うかつだったな。まあやられちまったもんは仕方ねえ。ルグレイルで回復続き。とりあえずさっきの場所までもう一度入らせてもらえないものか。む、ちょっと待て、何かいるじゃん。あんなところに堂々と肝ったま野郎だぜ。そういうのはヒップの身についた。本当の身内じゃない。真の身内とは何なのかもう一度学んでまいれ。 D72AV ですか。む、見つけた。ぶっ飛べ。レオン系撃破。なんかすごいところに当たったな。ちょうど段差から降りるところだったみたいだな。あと一瞬遅かったら外してたぞ。さて、この後どうするかな。敵側も少し落ち着いたみたいだし。敵
ちょっと待て。ビリーの館が何かに撃たれてるぜ。そいつか。急いで救出だ。く、ビヨンの手ねえ。おなか、狙って狙って。そこだ。うん、社長ごとも試せはいかなかったか。しかし兵たちは死んでるみたいだ。このまま追撃するぞ。こんなところ通って大丈夫なのかよ。大胆なムーブは乙女の特権ぜ。邪魔しようとするやからがいたとしたら万死に値する。さあ行くぞ、覚悟せよ。さすがに何が出てくるか分かったもんじゃないぞ。こえ、エンジン音はするんだがな、スモークで全く見えん。うわ、なんだ、正面から敵の攻撃だ。エンジン大破。こうなってやがる。なんで俺たちの位置がバレてるんだ。あ、もしかしてこのスモーク。あ、くそ、やっぱりかよ。ただのエンジンスモークじゃねえか。となると撃ってきたやつもサーマンで見てたのか。地味に痛えなこれ。撃ってほしい。撃ったのか。車体12時方向。なんやだね。SCRF か、道理で痛えわけだ。しかもやりきれなかったか。見せられちまったぜ。こうなると T72 とあれで十字砲火になるしまずいな。T72 もおそらく修理でしばらくかかるだろ。まずはスモーク展開して修理だ。よし、修理完了。正面のあいつはまだ出てこない。ならば T72 の追撃だ。いや、ちょっと待てよ。なんか T72 のエンジン音遠ざかってない。これもしかして回り込んで敵から B 拠点叩くつもりか。そうはさせん、急速交代、役を迎撃するぞ。あら、ついに味方が撃破しちゃったか。しかも回り込んできてなかったっぽいな。まあいいや、この勢いで回り込んでみるかね。B 拠点に敵が入ってる。結局回り込んだけどあんまり意味なかったか。しかし B 拠点の背後は取れてる。このチャンスも出すわけにはいかない。かなり危険なルートだが、いつかあるね。今こそルグレールの俊足を見せつける時。突撃C からの狙撃が怖え。本当に大丈夫かこれ。たまにはこんぐらい大胆な方が敵の移動もつけるってもんよ。さあ、敵はそこの角だ。見え次第即射撃。狙って狙って、そこだ。敵があるぜ。ダブルスゲッハ機弾、十字方向だ。そ、やっぱり死に嫌がったか。でおおお、この段階じゃまだ。ああ、嫌だ、死にたくない、死にたくない。ふ、なんとか間に合ったか。しかし展開装置が潰されちまった。早く修理しないと。敵リスにケツ向けたままってのもいけない。多分敵は C の中にいるだろうし、それならこの拠点の中は四角になってるはず。拠点を占拠しながら修理するかね。ふ、この岩邪魔。そ、思ったよりも味方リス側にいたな。てか敵があの位置ってことは岡上は完全に敵の手に落ちたと思った方がいいな。しかしあの場所ならこちらからも攻撃はできるはず。ルクレールが2台ともやられちゃったので、今度は AMX40 で出撃。火力走行ともにルクレールよりもだいぶ頼りなくなっちまったが、こいつの俊足ぶりはだてじゃねえ。火力だって腐っても120ミリ砲。 T72 ぶち抜く程度なら問題なしだ。見つけた。吹っ飛べ。T72 AV ですか。さて、チケットがそろそろ余裕なくなってきた。急いで拠点の確保しないと。ちょっと待て、すぐ後ろに何かいるじゃねえか。射撃用意、こっちに向かってきてるぞ。く、暗くて何も見えない。おっ、味方がやってくれたか。 B80B ね、敵もまだまだ全力残ってそうだな。こりゃ結構きついぞ。とりあえず B 拠点確保だ。よし、無事に B は取れたし、今度は A 拠点だ。む、拠点の中に敵が残ってるな。くい、あっぶね。おい、ちゃんと放置すべてよ。すまんすまん、だが次でも撃つか。とりあえず逃げられないように、20ミリでエンジン潰してきた。これで終わりだ。両ハンド落ちてきた。そのまま拠点占拠だ。もういよいよ時間がない。あ、や、やべえよ、マジでやべえよ。チケットがミリ残り。もう AMX30 スーパーしか残ってない。こいつにかけるしかないぞ。幸い味方が C と A を取ってくれてる。となると敵が来るのは B 拠点。大至急急行だ。もう残りチケット敵に誰かが撃破されたらそれだけでヤバいぞ。C 方面にも敵が迫ってる。急がないと陥落してしまうかもしれない。なんとか B を取り返したいが。む、このエンジン音。これは、ソ連の BMPK の音だな。このタイミングでまた何とも相性の悪い敵が出てきたもんだ。今このすぐ下を通ってるな。回り込んでくる気満々って感じか。幸い B の敵は奥に引っ込んでる。ならば仕掛けるならここしかあるまい。突撃だ。BMP の移動を含んだ。怖すぎる。だが捉えた。
BMP30。発表。発表ね、漁船のやつも狙ってきてたか。B にいるのはミサイル車両か。戦車砲じゃなくて助かったぜ。ならまだチャンスはありそうだ。このまま B に乗り込むぞ。C 方面は安定してる。敵の戦力が増えにくったか。敵戦力の残りに、1人はここにいるミサイル車両。あと1人はさっきの BMP かな。さて、ここまで近づいたら攻撃性に要請だ。この距離なら直撃もいけるやもしれん。敵のエンジン音からしてこっちの岩陰に張り付いてるっぽいな。なら C の味方からも撃てそうだがね。さあ降ってきた。当たるかな。ダメか。やはり俺の砲撃支援だけ弱いかもしれん。さすがに敵が構えてるところに出ていくわけにもいかないからな。何かしらに当たってくれりゃいいんだが。当たった。何かに当たった。嫌だが何に当たったんだこれ。クリティカルなんだから何潰したかぐらい教えてくれよ。もういい、自分で見る。チラチラ。お、こやスウェーデンの対空ミサイル車両じゃん。あれ確かそこそこ関数高かった気がするんだよな。この子で撃たれて大丈夫かな。あ、でもあいつたまりないし。どうしよう。そしてここでついに敵のチケット切れ。勝ったのか。ってなわけで11キル3アシーチ占領3ですで。勝ちましたー。いやー、味方の残りチケット214ですってよ。危ねえ。終盤かなり追い込まれてたけどよく逆転できたな。敵のスタミナ切れの方がこっちのチケット切れよりも早くて助かったよ。しかしこや久しぶりにかなりのビッグゲームでしたな。11キルで完全に試合を自分で作れた感じだったね。さすがはルクレールと言うべきか。やはり基本の性能がかなり高水準なので爆発力は凄まじいですね。毎試合ここまでできや気持ちいいんだけどね。さて、次はいよいよルクレール S2 ですか。車両解説の宿題もあるし、頑張らないとね。それじゃあ本日の動画はここまで。また次回お会いしましょう。ダバ。